どうせね、シーズンの最後ぐらいにハンターやる時間はあるのでね。あとね、最終版しよう、最終版。ちょっとバルク使う可能性が高いという点を踏まえて。オッケー！おー、ルートさんだー！ルートさんだよー！ルートさんが敵にいるねん。挨拶しに行こう。どうも、ルートさん、こんにちは、こんばんは。お目にかかります。かわいいバルク。かわいいバルク、いっぱい撫でてください。どうぞ、お好きなだけ撫でてください。あ、コシコさんもいる。なでなでしててしてあげてください。かわいすぎるでしょ、この子供。ちっこい子供。ちょっとこの子供だけ逃がしてあげたいな。いや、でもそんなこと言ってたらもうボコボコにされちゃうよ。ちょっとルートさん、でもちっちゃいくてかわいいんで、やっぱかわいいし、未来があるので。ちょっとこの試合はルートさん殴らない縛りでね、ちょっと行こうかなと思います。さすがに可愛い、こんな可愛いも孫、わしにとっての孫みたいな可愛いもう殴るなんてね、私にはできません。よし、可愛い、ちっこいね、ちっこいね、本当にね、マジで子供、もう超子供、超絶子供、子供が過ぎる。ルートさんは殴らないで行きましょうか。やっぱり残酷なね、この世の中というか現実をね、いただくない。うん、可愛いから、ちっこいから、やっぱ元気にいてほしい。奥はルートさん、どこだ、どこだ、ルートさん、痛い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 、ちっこくてかわいいね、かわいいね、ちっこいね、赤ちゃんなのかな、ここに戦場に来て大丈夫な年齢かな、ちょっと心配になっちゃう。いやー、逃げられちゃった、おじいちゃん、おじいちゃん全然反応できてない、まずいね、おじいちゃん、あー、ちっこい赤ちゃん、うまい、ベリベリ上手、やばいやばい、ルートさんの覇気が、やばい、ルートさんの覇気が僕の攻撃を通用させてない、やばい、うまい、これは非常にまずい、まずい、まずいよ、お知らせします、大変まずい状況でございます。やられ、倒せるのでしょうか、いけるか、いけるか、ルートさん、よいしょー、まずはルートさんを殴らない縛りでなんとかね、ダウンを取りました。やっぱルートさん殴らない縛りをね、つけるとね、やっぱきついっすね。うん、なかなかきついものがね、ありますよ。あ、確定級、ちっちゃい子供逃げる一発ないし、でこういうとこです、ショートスタン決められるとめんどくさいで、20秒で乗られちゃうから、ちょっとそれまでに倒さないとまずい、うまい、うまい、素晴らしい連携、はい、運転席はダメだよ、まだ年齢的にもちょっと早いかな、ちょっとあれだね、もうちょっと身長が大きくならないと運転操縦はできないよ、今お父さんと一緒にちょっとやらないとだね。なんだか元気なオフェンスがまいますね、元気ですね、なるほど、面白い、よいしょ、さあ20秒以内に倒せば OK、 はい OK、 あとはオフェンス対策をバッチリやっていけばいいと、
いうところですが、ここゆっくりねやりましょう。ゆっくりまずはこう、まずはこうして、はいこうして、はいこうして、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 こうすりゃええのよ。チェネちゃんは倒し方こうすりゃええのよ。うおー、すごいな、それ決まるね。鉄さん、よし、トヨタさんはとりあえず殴らない縛り完了。やっぱトヨタさんは殴れないですよ。だってだってさ、大切なルートさんだもん。はい、よし、さあどうしようかな。そんなにうまいサバウマも閉じ込めちゃえば、みな赤ちゃん、みな赤ちゃん、みな赤ちゃん、そんなにうまいサバウマも閉じ込めちゃえば、お母さんのお腹の中に戻ります。お母さんのお腹の中に戻ります。さあどうしようかな。まず強ポジに追い詰めましょう。はいはいはい、どんなにうまいサバイバーも閉じ込めれば、お母さんのお腹の中で。これはね、釣る終わつらない悩むとこなんですけど、ちょっと釣りましょうか。これは釣りましょう。はい、どうも。さっきはすごく痛めつけてくれたね。僕の背中の卵のこと心配したことある？君、僕の子供に向かってタックルしたんだよ。その自覚はある？はい、バイバイ。回復してるとき立ち止まる。回復してるときはお母さんのお腹の中。ダウン、ダウン、トロ、ダウン、トロ、ダウン、取りましょう。あーあ、やば、ミスっちまった。よいしょ。なんて救助がうまいんだ。いや、今ミスったというより小鹿さんの戦のプレイ、戦のプレイやられた今。やべえ、僕の腕が、手が今洗脳された。コントロール奪われた。勝手にセーブさせられた。はい、オフェンス飛びましょうね。バイバイ、また会おう。はい、コシュカさんも閉じ込めれば、赤ちゃん、お母さんのお腹の中。戦理学者、おっと、手が滑っちまった。あー、手が滑った。くそー、くそー、うわー、最悪なんだけど、マジで最悪、マジでありえないだろう。で、そこで手が滑るんだよ。そう、おかしいって。はあ、最悪、もう本当に最悪。うわ、やられたわ、やられたわ。今日ケンタッキーフライドチキン食べて手洗うの忘れてた。手洗ってねえ今日。うわ、今日はお皿洗い、油、いっぱい油についたお皿洗いした後手洗ってねえ。油汚れでやられました。あ、レッドさん、ルートさん、今後もよろしくお願いします。ルートさん、わざわざ来てくれたんですか？そんなもん。ルートさん、もう、優しいな、ルートさん。今後ともよろしくお願いします。あと僕はルートさんが可愛い、の少女が可愛すぎて、ちょっと手が滑っちゃいました。ちょっと可愛すぎます。今後ともよろしくお願いします。動画見てくれてありがとう。
これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。